デラックスコードとは写真フィルムの感度や枚数情報などをカメラに伝達するための 35mm フィルムパトローネに設けられた電気接点のこと。正式な名称は CAS コード。1983年にアメリカのイーストマンコダック社によって企画化され世界中のフィルムメーカーが採用したデラックスコード対応カメラにデラックス 接点付けフィルムを装填すると、フィルム感度や、撮影枚数が、自動的に設定される。接点は12個のマス目状になっている。マス目は、軸の窪側を手前にして、フィルム入材面が上を向くようにパトローネを置いたとき、パトローネ側面右上に位置する。頭脳フィルムは、ISO 感度100で36枚取り、一般用カラーネガフィルムの例である。本来、 書くマス目には区切り線はないが、ここではわかりやすくするために区切りを入れている。パトローネは通常金属でできているため導電性がある。このことを利用してマスにプリントパターンで情報を記録することができる。IC などを内蔵しているわけではなく、パンチカードなどと同じ原理である。カメラはフィルム室内に設けられた接点で書く。 マス目が同通しているか絶縁されているかを読み取る。デラックスコードの接点12個は4つのエリアに分かれている。上図の1と7がグランドで必ず同通になっている。1と7は同じものなのでカメラ側の接点は最大でも11個までしか必要ない。残りの3つのエリアについては以下で個別に記す。上図の2から6の部分には フィルムの感度が記録されている。デラックスコードで規定されている感度は ISO25 から5000までである。感度とプリントパターンの関係は以下の通りである。接点8から10の部分には撮影枚数が記録されている。パターンは以下の通りである。デラックスコードの規格には27枚取りの設定はない。そのため27枚取りフィルムの枚数情報部分は 全て絶縁となっている。これは枚数情報を持っていないのと同じであり、枚数情報を使用する一部のカメラは、フィルム枚数に関連する機能が正常に作動しない。また、72枚取りのパターンや枚数未定義のパターンも存在しているが、これはありえない枚数であるためここでは省略する。接点11.12には、フィルムのラティチュードが記録されている。 パターンは以下の通りである。基本的にリバーサルフィルムはプラスマイナス0.5段、ネガフィルムはプラス3段、マイナス1段に設定されている。一部プロユースのネガフィルムなどではプラスマイナス1段などに設定されているものもある。デラックスコード対応カメラのフィルム室にはデラックスコードを読み取るための接点があるが必ずしも11個の接点を全て持ち合わせている。 わけではない。コンパクトカメラをはじめとする多くのカメラでは、感度情報以外の情報は読み取っていない。枚数情報を利用しているのは一部の一眼、レフカメラなどだけで、逆算カウンターなどに利用している。ラティチュードの情報は極めて少数のカメラだけが利用している。本来、デラックス非対応フィルムを装填した場合はそれを検知して、 手動設定できるように規格が作られているが、コンパクトカメラなどの多くはデラックス非対応のフィルムの感度を100として設定し、手動設定もできないものが多い。接点は板羽ネ状になっているため、フィルムパトローネを押し返してしまいフィルムの装填がしにくくなってしまう欠点がある。このため、裏蓋を閉じるまで接点を収納する仕組みのあるカメラもある。 長巻きフィルムを詰め替えるためのパトローネでもデラックスコード付きのものもある。しかし、この場合そのパトローネにデラックス情報と合致しないフィルムを装填すると間違った感度で撮影してしまったり、フィルムが途中で巻き戻されるなど失敗の原因になる。ありがとうございます。